サワイアンチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、サワイアンチャンネルでした。はい、ということでお兄ちゃんおはようございます。やってきてまいりました。よろしくお願いします。お願いします。いやー、ついに来ましたね、この時が。久々のこの、まあ、YouTuber っぽい企画。そう、まあ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 、気持ちはわかる。お気持ちで、お察ししております、気持ち。令和の時代で未だにこんなことやってる YouTuber なかなかいないよ。だからそれがサワヤンチャンネル。みんな生ぬるい雑談とか、変なドライブ企画だの、なんか街ブラだの、生ぬるいことやりやがってこの野郎って俺は思ってる毎日。まあ、それぞれね、チャンネル色がありますから。お前ら原点はどこなんぞやと。はい。やはり、もう YouTube から激辛はなくならないよ。まあそうですね、永久不滅のコンテンツ。もうやるしかねえんで、定期的に。ちゃんと、全員、ね。気持ち引き締めて。生ぬるいことばっかやってんじゃない。はいはいはい。まあ、ということで、まあ、今回は、まあ、その激辛企画、チャレンジしていきたいんですけれども、これはね、もうサムネタイトル、出ているかと思います。ズバリ、本日の対戦相手、ココイチの、二術辛カレー完食チャレンジ、こちらやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、先日の、まあ、ココイチのカレーの1から10からまで当てるまで終われませんチャレンジにて、高評価ボタン3万突破しました。はい、そのね、皆さん本当ありがとうございます。いつも高評価をしていただいて、その3万突破記念で、ね、今回ばかりありがとう言わないよ。今回ばかり全然ありがとう。本当にもうあも出ないよ。いやもう本当に押しやがってこの野郎てめえら。全員本当にいつもみんな押しやがって本当に下げて ありがとうございます。でね、まああの本当はね、11からから20からまでこう当てるっていうチャレンジやろうと思ったんですけれども、まあココイチカレーのシステム上、10からの次は15で、その後が20からっていうことで なかったんですよ。で、はい、ヤンが最初自分たちで作ろうとかわけわかんないこと小ざき始めて、いやどうそれはもうココイチじゃないのよっていう話になって、ね、まあそのどうしてもね再現したかったんですよ、やりたかったんですよ、やっぱ声が3万も押してもらって、うん、まあ、できないちゅうことで、じゃあならばよと、もう二術から食べようっていうことですよね。完食おかしいけどね。それおかしい。いやもうしょうがないもんこれは、できなかったから。できないのできないで終わりでいいんだよ。答えていかないと何らかの形でってことで、こちらご用意いたしました。二術からのカレー、ちゃんとライス付きの、二中一個ずつ完食でクリアでございますと。ちなみに、はい、ヤンって激辛のカレーというものにはまだ挑戦したことないでしょ。確かにない。カレーないでしょ。18金カレーも食べてないからないでしょ、うん、俺唯一というか本当に一番無理だった激辛チャレンジが、あの18金カレーなの。なるほど。カレーの激辛って、うん、本当に俺トラウマなぐらいやばいのよ。いやでもココイチさんですから、もう大手のやっぱチェーン店の安心感、まあそこまで辛くないと思うんだよね。あのもちろん爆発力はもちろんなんだけど、なんかね、あの辛味の残り方と広がり方が段違いなんだよ。広がりすごい他のものと広がりすごい麺とか、その何いろんなソースとかもあるけど、はいはいはい、ルーはやばいぞマジ。本当にやばい。食えば食うほど、そう、上限なく辛味が増していくような感覚を、今からお前は味わう。俺食ったことないけど、おそらくそういうもんだと俺は思ってる。まあまあまあ、でも、やっぱもうしょうがないもん。これやるしかないから。上限ないから。で、しかも今回ちゃんとライスもね、ついてるんで、やっぱもうこれもライスも全部食べきって、ルーと一緒に美味しく、福神漬けと一緒に美味しく食べて、二術辛がどんなものかっていうのをちゃんとね、レビューの中でみんなに伝えていきましょう。激辛企画やるたびに思うのが、ユンチョルさ、いつも食う前すっげえ元気なんだけど、食い出したら1万円ぐるのよ、お前が。1万、とか言い出す。もうそうじゃないとやっていけないですから、うん、私も。もうこんぐらいの気持ちでね、出だし大事だから、ただ。もうやるしかないんだよ。ああ、こっちはもうその気持ちで来てるから。本当に勢いでだと思う。結構勢い重要。勢い重要。ただ、それさえも、できないぐらいの絡みだと思う。もうこっから、もう本気の戦い。ちゃんと、安全、ちゃんと専門家用意してますよ。安全、ちゃんと配慮して、チャレンジしていきたいと思います。ということで、皆さんね、ぜひ、今のうちにグッズもらう忘れずによろしくお願いいたします。それでは、早速、やっていきましょう。シャーはーい、ということで、お兄ちゃん、早速やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
準備してるから。もう本気ですよ。もうちゃんとね、膜をちゃんと張って、お腹に膜を。どうする？もうあの、水一滴も飲まずに完食しきるまで。いや、それはいいんじゃないか。それは水絶対必要。だから水飲んでも正直意味ないんですけど、ね。意味ないんだけど。そう。正直意味ない。水むしろ。なぜ飲んでるか分かんないもんね、その時って。ということで、ちょっとこのルー、あれ、ルーでも意外となんか、ちなみにあの調べたんだけど、うん、お兄ちゃん調べ、ココイチの店員さん従業員がこの20から作るとき、うん、涙出るらしい。嘘でしょ。直視できない。え、今日のお姉さんだからすごいマスクしてたのかな。あ、そうそう。あの本当に無理らしい、むせるらしい。作ってる最中でもすごい満面の笑みでありがとうございますっていう渡してもらってる。たぶん遺言で、もさ別れの挨拶で、もう二度と会いません。もさの店員さんでしたね、たぶんありがとうございますということで、まあ色味はね、まあ、こんな感じ、そこまで赤くはない。ただ匂いが、おいにがゴイゴイする。お前ぶん殴るぞ、ほんとにぶん殴るよ。いくっしょ、いくっしょ、いくっしょ、お兄ちゃん。ご飯にもかけちゃうとか、全部一気に。あ、だからそれでもいいんだよ。でもユンチェルはもう、ちゃんとルーとご飯でいい。あ、そういうスタイルでいく。ユンチェル、だっていつもそれでカレー食べるもん。あ、お前そうやって食うんだよ。俺混ぜない。俺結構混ぜる派、混ぜる派の人、はい、混ぜる派、で混ぜない派。違うぜ。え、皆さんみんなどっちだろう。どっち派？でもこれ結構分かれると思う。まあ、早く食えって全員食いたくない。食いたくねえんだよ、お前。本当に。ちょっと言っときたいのは、こっからあんまりトークはできないですね。あ、もう全然もうトークはここまで。もう、だから今十分喋ったよね。1本分のトークはしました。こっからは、まず、完食します。ということで、いきますか。さあ、サワエン20分後はどんな姿になっているのでしょうか。俺、一回も出していい？俺かけちゃった。いいよ、いいよ。汚いけど。うわっ、うわっ、え、固形だよ。固形だよ、見た。嘘でしょ。今なんか石の破片みたいな岩みたいなの出てきたよ。え、だってもう流れてこないもんね。これちゃんとちゃんと落としてもらって、それちゃんと、そう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 、これでこう、よし、バカ多い。バカ多いよ、こうやって見ると。じゃあカナッパ合図をお願いします。じゃあ用意スタート。いただきます。ちょっとヤンから見よう、俺ちょっと。そうだよね、そうだよね。どう、やばい、破壊、破壊始まった。やばいでしょ。ペヤングとどう比べて、こっち同じ、あ、どうクラス。でこのような。そうだよね、俺作るよ。いただきます。でも思ったほどカレーの旨味がないわけではない。カレー美味しいんだよ、美味しいんだよ。そう、ちゃんと旨味感じるわ。すごい、めっちゃ早い。マジ旨味がある。ペヤングはないから。やばい、終わるじゃん。いや、旨味がある。ギリ、あ、美味しい。あ、やばい。うわ、はい。え、さあ終わり？え？やばすぎる。すごい。え？え？
やばい、無理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 。あ、うわ、やばいやばいやばい。いや、きついねこれ。いや、やっぱね、俺鍛えられてるわ。ちなみに、うまみがある。俺これココイチさん偉いわ。伊達に全国のチェーン店じゃない。俺多分これが、美味しいがギリギリ感じれる限界の辛さと思う。クソ辛いけど。効かない。アイスバニラ。腹痛い。やばい。アイス。アイス。アイス。ああ。ああ。よし。ああ。ああ。頑張れ。ああ。いやでも半分。半分はいってる、うん、半分はいった、半分はいってる、半分はいってるけど、しゃべれねえ、これ入れるしかねえんだよな。俺もなんで食えたか分かんない。なんかゾーン入ってた。かすかにやっぱ旨味を感じれたんだよ。もうそこの旨味に集中したずっと。なんか俺は感じない、感じない。もう感じない。苦い苦い。俺やつ上がってくるよね、胃袋がギュッてなって。これギュッてなんだよ、ここがギュッて。やばいやばい。こいつ毎回唇膨らむんだよ。行こう。長いわ、辛いわ。アイス食ってなきゃ死ぬ。マジ食う。行け。ちょっと早く聞いてみる。ふざけんな、お前。お前。一気に言えると出るから、ちょっとずつ行かなきゃダメだ。ちょっと見れねえ、直視できない、これもうめ早くちょっと、いや俺でも急になんかお前顔出しみたいに泥みたいに出てきた口から。お前お前顔出しじゃねえんだから、お前泥団子食ったお前顔出しじゃねえ、お前ビリオンじゃないんだよ、お前千と千尋のお前顔出しなんだよ、お前。ごめんなさい。大丈夫ですか。マジ視聴者見えてないけど、俺とんでもない面見たから。お前ら見えて、俺マジ直視地獄。でもガチ考察でいくと、うん、あのペヤングの方が辛いっす、極激辛。ザエンドとかあの そこら辺。ただ量が多い。俺みたいにその隙をついてすぐ行けなかった場合もう終わる。攻略間違えた。攻略、あのね、本当に時間が勝負、これは。お米の甘みとかカレーの旨味を感じてるうちに行かないと、あるとこまで行くと、俺言ったじゃん、カレーどんどん倍々になってくる、辛みが。だからある一点とこまで行っちゃうと、もうそっからはもうただの拷問だから。うわ悔しい。あと少しだったんだよな。もう3分の2食べ終わってた感じでしたね。残り3分の1でスパートかけた時に、いやあれが良くないんだよね。一気にいっちゃいけないんだよ。激辛なものって本当にいっぱい一気に口にかき込むと、いや拒絶反応出るから。そうで、それを前までは止めてたんだよ、ここでグッグッて。その止めきれなくて、量が多いから米ね、米だよ。米を一気に口に入れるじゃん、 その癖 で米が全部激辛に汚染されてるから、ルー多めに、で米ちょっとだったら大丈夫だった。そのストッパー流し込めるから、ストッパーを超えてきた、この量でもう抑えてたんだけど頑張って。とにかくやっちゃいけないこと全部やった結果出た。出たってなった。いやーちょっとドラえもんの、ちょっと情けないです、本当に皆さん申し訳ないです。お兄ちゃんがクリアしてくれたから、とりあえず、いやーちょっと申し訳ないです本当に。まあとりあえず
や初黒星じゃない激辛。黒星だね。あでもいやペヤングもペヤング5激辛お兄ちゃんの家でぶちかましてる。あんま入ってるのか。お前めっちゃ入ってんじゃん。お前めクソ吐き野郎じゃねえかお前。情けないっす。リバース野郎じゃねえか。リバース担当じゃん。いやちょっとでもあれはリバースしてそのペヤングにリバースしなかったから。でもあれ食い切ったっしょ。食い切ってからリバースしたの。いや違う。あの途中リバース。途中で袋にやっちゃった。今回はその本体に。もうそれは最悪なんだよ。なかったからちょっと本当に。これから挑戦の時も袋用意しとけよ。申し訳ないです本当に。隣に。本当にすいません皆さん。リバース前提の挑戦なんで。いやそういう前提ではなかったんだけど。ちょっと出直してみます。ということで、ああサワヤンよく頑張ったなと思った人はぜひグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。大事なことがもう一度言いたいんだけど、あのココイチの20から普通に美味しかった。いやそう美味しいんだよ。美味しいですけど、あの何でもこれペヤングほどあの生物兵器っていうかその化学兵器ではなかった。ちゃんとカレーの旨味があってその上でめっちゃ辛い。でこれをだから食べる人がいるわけでしょ普通に。いやこれね好きな人好きだろうな。すごいな。なんかその人生のまあ、うまいがギリギリあって生きてる感じがする。命を感じる。命を感じる。生命を感じる。だから激辛の人ってハマるんだろうなって。美味しいからこれは。まあね、まだまだまだね。これはね本当にルーの旨味があった。美味しかった。まあだからあの食べてみたいなっていう方はぜひねあの食べてみてください。あのちゃんとあの自己責任でちゃんと袋も用意しておいてください一応念のため。いやまず15からだね。15いかない。ちょっと普通にあのココイチさんのちょっと常連になってあのステップ刻んでステップアップしていきたい。ステップアップしていきたいと思います。まあということで、本日の動画は以上ということで、改めまして皆さんぜひグッズボタン、チャンネル登録、そして通知オンのボタン忘れずによろしくお願いいたします。出らしいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バー